わかんない。ああ。うわー、バグった。あ、ダイドフロムインフェクションって病気で死んだんだ。ちょっとニアマイベッドロールで復活して、あっちへ向かって走りまくってみよう。無謀かな、結構無謀かな。あれが欲しいんですよ。鉄のスクラップと、あとは、なんだっけ。あ、そう、サプライボックス回収できたらいいなって思って。音的にはあっちだったんですよね。あ、バックだ、バック。ハンティングライフルのストック拾った。死んでもいいから、今回は漁りまくろう、いろいろと。もう明るいうちに漁りまくって。でね、だいたいサプライボックスって近くには落ちないから、ある程度距離のある位置を探せばいいと思うんですよ。2回ドロップ見てるからね。2回、3回かな。本だ、本。アミニションだ。弾だ、弾。覚えてるんだよ。だよね、覚えてるね。で、距離的にはだいぶ走った後だったから、まだ先だ、まだ先。方角が北あたりでいいのかな。レシピを覚えてしまえばこっちのもんですからね。で、あとガベッジ、このゴミが結構中身良くなったらしいです。もう前も言ったかな、何回か。何言ったか分かんなくなっちゃったんですよね、さ。結構、もう2時間プレイしちゃってるから、また。ほんと長い間プレイしちゃってね。羽は必要、羽。北に向かっていこう、北に向かって。黒いボックス。黒いボックスがあれば OK なんだよね。ないかな。街の時に追っかけなかったのが結構痛手かな。あれは失敗したかもしれないな。あ、バレた。川の池。あ、武器だ、武器。あ、キャンプだ、キャンプ。キャンプ見つけた。テレビついた、テレビ消した。キャンプ行きたいな、キャンプ。キャンプあれだもんね、アイテム落ちてるもんね。まあいいや、今回はキャンプが目的じゃないから。ないな。そう簡単にサプライボックス見つかんないかな。これ多分ダメな地面。入ってみないと分かんないんだよな。大丈夫か。あれがダメな紙面かな。
あれ？そうでもないのかな？あ、全然そうでもないじゃん。むしろここ俺知ってるじゃん。サプライボックスないな。14時。テレビもう一回ついた。嘘。嫌がらせか、お前は。あれはスタート地点のボックスかな。スタート地点のボックスだね。これもう荒らした後かな。いいね、いいね。こっからまだスタートしたことないんだね。ああ、またクワだよ。うわー、お願い。なんか、ピックアックスが直接あってもいい。うわー、ヘルメット来たー。ヘルメット来たー。このハンティングライフル本物。嘘、嘘、嘘、嘘。来たー、ライフル来たー。しかも弾もちゃんとあるし。ちょっとこれいいね。で、これ修理しないといけないんじゃない？ゲージがないんだよ、ゲージが。あ、壊れないのかな、もしかしてハンティングライフルって。エンティティダメージゼロ。ダメージゼロってどういうことですか？デューラビリティがゼロだ。修理しないといけないんだ。ちょっと待って、ハンティングライフル。まさか、まさかだよね、ほんと。ライフル先に見つけるなんて思ってもいなかった。しかもヘルメットも拾ったし。明るいし、めっちゃ。めっちゃ明るいし。やばい、このリスポーン地点やばい。神だ、神。神リスポーン地点だ。ライフル、弾が作れる状態じゃないからね。持ってても嬉しいけど、どうしていいか分かんないんだよね。そんなのより、刀とかそういう系のアイテムが来てほしいかな。あるのか分かんないけど。お、地面変わった。ああ、そういえば、あれだ。なんだっけ、鉄じゃない、この石壊した時って、アイアンフラグメントって言ってましたよね。あれ、燃やすんだ。あれ燃やすんだ。あれ燃や、やばいやばいやばい、暗くなってきてる。諦めて帰るか。こんだけアイテムあったらもうどうしようもなく帰るしかないわ。よし、来た道とちょっと違う道で帰ろう。もう走られて、俺これドロップしたらなくし。来た道とちょっとずれた位置から帰ろう。ここから、こう帰ろう。ちょっと直進して左に向かって帰ろう。サプライボックスないな。サプライボックスより、今までのサプライボックスより優秀なもん拾ったもんな。あ、ラッキーだけど、これ匂いつくな。匂いつくのまずいな。匂いつくものだけ置いていくか。あ、置けなくなった。まずい、まずい。置けなくなった。匂いついちゃった。匂いついちゃった。サプライないもんな。サプライボックスないもんな。あれ石だもんな。
ハンテッド。まあまあ、こんな匂いついてたらいくらでも駆られちゃうわ。お腹空かせてるんだから、皆様。ゴミ袋がある。あれ、違う、勘違いだった。このマップ見たらどうなってんの？あ、こっちも来てるな。ちょっと右回りで行くか。ないな。道も関係ないもんな、サプライ。道とかに落とすとかあればね、道たどるだけでいいんだけど。いや、アイテムは逆に装備しないとこ。装備したら応戦したくなっちゃうから、俺。そしたらダメだよね。あれ、暗くなってる、これ。これまずい。しかも匂いつけた状態で帰るのまずい。なんか漁るもん1個でもあれば詰めて帰るの。あれ、ゴミ？違う。やばいな。やばいな。鳥の巣には冷たくないもんな。わかんなくなっちゃうから。あ、ビビった、あの石から。あれ、俺どこに向かってるんだ今。え、何あれ？終わった。犬がめっちゃ走ってきた。20秒も逃げ切れるか。匂いついてるぞ、さらに俺。そろそろやばいぞ。来たー。やばい。とりあえず家に近づけるだけ近づこう。頑張れ、生きろ。生きれる。生きれるぞ。生きろ。ダメだな、20秒逃げるなんて無理だな、このゲームで。犬から。柵でもないと無理だわ。犬何匹いるんだ。ライフルでも2発しかないし、弾。ニアマイベッドロールだな。ニアマイベッドロールで、この死んだ地点にウェイポイントを設置していきましょう。おお、いきなり犬さんですよ。ちょっと犬に対処する方法を教えてください、ほんと。もう意味わかんないっす、犬が。犬がわけわかんないっす。登ってくるし、普通に。あれだ、カバン。一回こっちまで引きつけて死のう。あれ、でも犬って攻撃力弱いのかな。違う、すかしてるんだ。音してるけど。おーい、ワンワン。嬉しくないな。